XF2Y-1 海 2Y シーダートコンベア F2Y シーダートはコンベア社が開発した水上ジェット戦闘機の試験機である観光火事ではあったが音速を超えることが可能な唯一の水上機であった愛称のシーダートとは海のダーツの意である海軍による正式名は XF2Y-1 および UF2Y-1 であり XF2Y-1 は初期試作機である1号機の故障である。本機は1962年のアメリカ3軍の正式名称統一の際にも降着装置のテストベッドとして残存していたため、計画中止後6年近く経っていたにもかかわらず、UF-7A の正式名称が与えられ、アメリカ軍戦闘機の正式名称統一後の F 番号の7番目は当機となっている。 動画 https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュ results search クエリーイコールコンベア会に y c ダート第二次世界大戦後アメリカ海軍は水上戦闘機をジェット化することを計画した対戦中より開発されていた各種のジェット艦上戦闘機は一応の成功を収めてはいたがレシプロ機と比べると離着陸 反能力と、航続距離が不足していたのは否めない事実であった。そして今後のジェット機の発展を考えるに、機体の大型化、大重量化、高速化は必須の状況であそれは当然ながら、スペースが限られる、航空母艦上での運用の大きな障壁となり、またり着艦能力が、さらに悪化することを意味した。以上から、来たるべき、超音速ジェット艦上機。 世界初の超音速機、ベル X-1 の音速突破は1947年のことであるの収益時には、既存の航空母艦での運用は困難になると考えられた。それを解決する一つの方法は、航空母艦をより大型化することであるが、予算、技術的困難が大きいと考えられていたため、第二次大戦後に計画された。 超大型空母建造計画の実現が危ぶまれる、情勢なった。このような状況において、実際その後も、アメリカ海軍の艦載機は1950年代に、入ってもレシプロ戦闘機が現役として、新規生産、運用が続けられ、レシプロ攻撃機は1960年代まで、現役であったほである、現状を危惧したアメリカ海軍は1948年に、 超音速ジェット水上戦闘機についての研究を開始した。運用に際して飛行甲板を必要としないジェット水上機には大きな期待が寄せられていた。1948年10月にアメリカ海軍は国内の航空機メーカー各社に対して超音速飛行も可能なジェット水上戦闘機の要求案を提示した。コンベア社は 水上機の性能上の欠点であるフロートを使用せず、水上スキーの原理を用いた離着水を行う水上航空機を構想していた。これに基づきコンベア社は要求案に対して、社内名称モデル2から2というデルタ翼形状の設計案を提示し、アメリカ海軍はこれを採用、1951年1月19日より、海 2Y として開発計画が開始された。 コンベア社及びアメリカ海軍はデルタ翼機の開発にあたってドイツのリピッシュ博士の協力を得ている。1952年12月に完成した試作1号機は XF2Y-1 と名付けられ、同年12月14日より水上滑走テストが行われた。1953年1月14日には高速滑走テスト中に機体が浮き上がり、 およそ1000フィートにわたって空中を飛行しているが公式な初飛行とは認定されなかった。当初搭載されていた J34 ターボジェットエンジンはアフターバーナーが装備されていないこともあって力が不足しており要求された性能を満たすことは到底困難であったためアフターバーナー付けの XJ46 試作ターボジェットエンジンに換装された。また 水上滑走時の振動が想定以上に激しかったため離着水槽地部の再設計が行われている。1953年4月9日には正式な離水テストに成功し初飛行に成功したと認められた。1954年8月4日には XJ46 の正式量産型である J46WE-2 を搭載した XF2Y-1 が 観光火事ではあるが、音速突破に成功した。これは、現在に至るまで水蒸気としては、唯一のものとなっている。こうして、当初の目的である音速を突破すること自体には、成功したものの、予定していた水平飛行島ハイテン後の、高速性能を発揮するには、機体形状が水蒸気として要求されるものとは、両立し得ない子、水蒸滑走中の衝撃が、 設計時の想定以上に大きく改善する方法が見当たらないことといった機体開発上の困難に直面した。さらに、水面を高速で滑走するという、ジェット水蒸気としての特性状態性が低く、離着水には穏やかな水面が必要であり、外洋での実践運用には、天候的、海面状況的困難が大きく、既存の環状機に比べてはるかに運用の制限が、 大きいという根本的問題に行き当たり、計画を発案したアメリカ海軍自身によって、超音速ジェット水上戦闘機という存在自体に疑問が呈される事態となった。1954年11月4日には、XF2Y-1 試作1号機がデモフライト中に空中分解を起こし墜落、テストパイロットが死亡するという事故が発生し、計画の再検討、 事実上の縮小が行われた。当初予定10機の生産数は、XF2Y も含めた5機に減数され、プラットホイット2社製の J75、ターボジェットエンジン、水力 77.8KN1 機を搭載した、能力向上型の F2Y-2 の製造も中止された。 1955年3月に完成した UF2Y-1 と名付けられた試作2号機からは離着水装置のスキー板を2枚から1枚に変えて試験が行われたが水上滑走時の安定性は逆に悪化したその後も様々な試験が行われたもののスチーム型パルトとアングルドデッキの実用化により空母への離着感が従来より飛躍的に要因になったことと 海軍が Z 機の運用が困難なく可能な超大型空母の建造に踏み切ったことから水蒸気の必要性が薄れ、海 2Y の開発は1956年に中止された。総数5機の生産機のうち飛行可能な状態で製作されたのは事故で失われた XF2Y という F2Y-12 機の計算機のみであるが、UF2Y-1 は生産そのものは4機分。 行われ、飛行可能な状態で製作された2機の UF2Y-1 は、開発中止後も、スキット、ソリ式膠着装置の試験に用いられた。開発当時、UF2Y-1 を3機搭載する、原子力潜水空母を開発する構想があったが、本機の開発失敗により構想のみで終わった。試験に使用された後は、保管機となり、2006年現在、 3機がアメリカ各地で展示されている。無微翼デルタ翼形状の総発ジェット機で主翼の後体角は60度であった。機体仮面は V 字型の停滞となっており、2機のエンジンの空気、取り入れ口は水を吸い込まないように動体中ほどの上面に設置られていた。また、エンジンについた塩分洗浄用に真水タンクを搭載している。 水蒸気であるが記述のようにフロートを持たず、引き込み式の水上スキー板型着水装置を使って水上をかつ水しり着水を行う。スキー板は開発当初は2枚であったが、後期には1枚のものに変更された。後にこの機構は陸上滑走用の降着装置に換装され、2枚式のスキットが装備されている。降着装置は普段は機体に格納されており、 滑走前は、機体は水上に浮揚しているが、滑走を開始すると、スキー板を展開し徐々に浮上。離水直前の段階では、水上スキー装置の目で水上を滑走する。着水時には逆に、水上スキー装置を展開した状態で着水、減速後に収納し停滞による浮揚に移行する。離着水装置には、油圧式の衝撃干渉装置が装備されており、 着水時の衝撃を吸収する設計となっていた。また、小型の車輪を装備し、自力で水面より陸上へ揚陸することができた。ただし、車輪はあくまで補助装備であり、陸上の滑走路や航空母艦の飛行甲板から離着陸、関することは不可能である。XF2Y 及び UF2Y は、並走搭載試験を実施していないために武器及び火器 完成装置等の電子機器を装備した機体は存在していないが、量産の際には 20mm 機関砲4問の搭載が予定されていた。UF2Y-1 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。